アラン・ウェイクマンは1976年にソフトマシーンで仕事をしたことで知られるイギリスのサックス奏者でアルバムソフツに参加している。彼はキーボード奏者のリック・ウェイクマンのいとこにあたる。ウェイクマンは14歳でクラリネットをはじめ、在学時ピアノ奏者のいとこであるリック・ウェイクマンとバンドで演奏した。16歳の時にアルトサックスもはじめ、その後、 テナーサックスも吹くようになった。また、ソプラノサックスも演奏する。1968年に、ポール・リットン・カルテットに参加し、1970年に、自身のトリオを持った。その後、グラハム・コリアーや、ジョニー・ダンクワース、マイク・ウェストブルックと仕事をした。彼はまた、1972年から1973年まで、アラン・ゴーエンのバンドであるギルガメッシュの、 オリジナルメンバーだったが、ギルガメッシュが、ファーストアルバムを発表する前に脱退した。1974年に、アルバム、デビッド・エセックスで、初めて共に仕事したデビッド・エセックスのバンドに加わる、ため、1976年に参加した、ソフトマシーンをその年のうちに脱退することとなった。また、ミュージカル、グリースを含むウェストエンド・シアターや、ウェストブルックのためにさらに仕事をした。 現在は、アルバム、エイビガーショーを発表したマイク・ウェストブルックの、アンコモン・オーケストラや、ペイントボックス・ジェーンというウェストブルックの新しい、ジャズショーでツアーを行っている。彼は音楽を教え続け、自身のバンド、ザ・ロッキン・ハムズで、新しいプロジェクトを行っている。ジョン・チルテン、フーズ・フー・オブ・ブリティッシュ・ジャズ、p 七十一 r ファガ・アポライ。 ニュージャズ・コンセプションズ、P137 段階ハイニング、モザイクス、ザ・ライフ・アワークス・オブ、グラハム・コリアーマ・シューライト、アニー・ホワイト・ヘッド、S ・インター・プレイブリング・タウンシップ・サウンズ2・レー、レミングテン、ジャズ・ワイズ・マガジン、2メイン2018。ありがとうございます。